ピーボディはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の北東部エセックス郡の南部に位置する都市である。2010年の国勢調査では人口5万1251人だった。マサチューセッツ州のノースショア地域にある。ピーボディとなった地域は当初ノースフィールズ、ザ・ファームズ、ブルックスビーなどと呼ばれており、1626年頃にセーラムの領域の一部として入植された。 セーラム自体も1626年に入植され、1629年には法人化された。1752年、この地域はセーラムから分離し、ダンバースの一部として法人化された。通常はサウスパリッシュと呼ばれており、中央にある教会を中心にしたものだった。1855年、ダンバースから分離して、同年5月18日には、 サウスダンバースとして法人化された。町名は1868年4月30日に、著名な事前事業家、ジョージ・ p ボディにちなみ、p ボディと改名された。1916年には、主として、再度法人化された。1692年のセーラム魔女裁判の時、石攻めの刑で唯一殺された、ジャイルズ・コリーは、この地に農園を持ち、 クリスタル湖に隣接する妻の隣に埋葬された。クリスタル湖棒のコリーの墓所1915年10月28日朝、中心街チェスナット通り沿いにあるセントジューンズ、学校の火事で21人の女生徒が死んだ。この21人は火事が静まった後に見つかり、互いに身を寄せ合って識別もできないほど焼けており、入り口の反対側にいて、もう少しで脱出できるところまで来ていた。 教師は全員が出できていた。生徒たちの死は、ピーボディで民間で弔われ、多くの者は悲劇を忘れようとしたので、その後滅多に語られることもなかった。このことで、ピーボディはすべてのドアが押せば開く方式でなければならないと、法で定めた最初の都市になった。ピーボディの街は農業社会として始まった。ただ、町は河川が合流する地点に形成されており、 豊富に水が得られたので、その水力で動かされる工場を引き付けた。特に、ニューイングランドの革製品産業の大きな中心地となり、川めし業は20世紀後半に入るまで市経済の基盤となっていた。一方で、川め資材として、クロムのような重金属も使用された。工場は、その後閉鎖されたが、地元では、川の都市あるいは川めしの都市と呼んでおり、 高校の運動チームの名前もタナーズである。川なめし工場がなくなったことは、ピーボギの経済にとって打撃だったが、市は工業基盤の創出を少なくとも部分的に他の形態の経済発展で補ってきた。20世紀初期、自動車の勃興時代には、新中時代の会社コービンマニファクチャリングカンパニーがあった。当初のノースショアショッピングセンター、後のノースショアモールは、 地域最大級のショッピングモールである。1958年にオープンし、現在は、市最大の納税者となっている。市の中央にある産業団地のセンテニアルパークには、医療や技術の会社をいくつか誘致してきた。一方、ウェストピーボディは1950年代まで大半が農地に利用されていたが、その後は中上流階級の住宅地として、開発されてきた。 市が管理する歴史ある農園のブルックスビー農園は広さ275エーカーの作業農園と保護地域であり長年人気ある観光地の一つにもなっている市内にはプロ用ゴルフコースのある民間カントリークラブであるセーラムカントリークラブがある1954年と1984年には全米女子オープンが2001年には 全米シニアオープンが開催された。P ボディ氏は、北緯42度32分3秒整形70度57分41秒、北緯42.53417度整形70.96139度、42.53417-70.96139に位置しているアメリカ合衆国国勢調査局に、よれば、地域全面積は16.8平方マイルであり、 このうち陸地16.2平方マイル、水域は0.58平方マイルで、水域率は3.46%である。ピーボディ市の北西境界は、イップスウィッチ川沿いにあり、それには小川が流れ込んでいる。ダンバース川の支流である、ウォーターズ川は、市の北東部を流れている。他に、池がいくつかと、三東部湖の一部が市域に入っている。市内最大の保護地域は、 ブルックスビー農園であり、その中にナサニエル・フェルトン邸が建っている。地域は設計をしており、市の中心は幅のある南東端にある。サウスピーボディ地区がその南にあり、さらに郊外化されたウェストピーボディ地区が市中心の北西にある。高規格道路越しにプロクター地区がある。ピーボディの中心はセーラム市の中心から2マイル。 ボストン市の北東15マイル、グロスター市の西南西18マイル、ローレンス市の南東18マイルにある。ピーボディ市の北はミドルトン町、北東はダンバース町、東はセーラム市、南西はリン市、西はリンフィールド町に接している。以下は突起ない限り2010年の国勢調査による人口統計データである。雑誌、フォーブスの2009年版で、 ピーボディはアメリカ合衆国の中で住みたい都市第14位に挙げられた。AC ・ローレンス CO1910 年頃市内の主要雇用種ピーボディ体育兵記年高校は9年生から12年生を教える公立高校である。2008年4月時点での生徒数1898人、教師数146人である。ビショップ・フェンウィック高校は 小さなカトリック系高校であり、セーラム、ダンバース、ビバリーとの境界近くにある。J. ヘンリー・ヒギンズ中学校は6年生から8年生を教える公立中学校である。コブナント・クリスチャン・アカデミーは幼稚園前から12年生に対応するキリスト教の古典的準備学校であり、2005年にウェスト・ピー・ボディの元ジョン・カイケネリ高校の後に移転した。 マサチューセッツ州東部45以上の市町から生徒を受け入れている。セントジョンザ・バプテスト学校は私立カトリック系学校であり、8年生までを教えている。P ボディは、週刊高速道路95号線、マサチューセッツ州道128号線、アメリカ国道1号線が交差するところである。週刊高速道路95号線と、 マサチューセッツ修道128号線は国道1号線と交差した後で分離し、95号線は北に、128号線は東のグロスター市や安美咲に行く。修道114号線は市の宝刀隅をかすめ、ダンバースからセーラムに向かい、ノースショアモールに隣接する修道128号線出口25で交差する。修道35号線は、 州道114号線のセーラムに入るハンマイルが南端である。マサチューセッツ湾交通局のバス便は数本の定期路線が市内を走っている。ローガンイクスプレスも国道1号線に停留所がある。スプリングフィールドターミナル鉄道が市内を走り、リンフィールドからダンバースに向かう線とミドルトンからセーラムに向かう線があるが、校舎はほとんど廃線になっている。 最寄りの通勤鉄道駅は、マサチューセッツ湾交通局通勤線、ニューベリーポート、ロックポート線のセーラム駅であり、ボストンの北駅に通勤できる。最寄りの空港は、ビバリー市民空港であり、国内、国際便を利用できるのは、ボストンのジェネラルエドワード・ローレンス・ローガン、国際空港がある。ありがとうございます。